皆さん、こんにちは。僕くんゲームでございます。ウィラプレイ2020動画やっていきましょう。ということで今回はですね、ウィラプレイ2020初のね、監督をメインにした動画ということで、いつもはねメイン選手使用動画でやってるんですけど、今回ね監督をメインにしたね。まあウィラプレイ2020もいろんな監督がいて、監督メイン使用動画一発目はね、なんか面白い監督使いたいなと思っててね、まあいろいろとやっぱ使用してですね、この監督まあ面白くもありながらやっぱ強いっていうところもね非常にポイントになるかなと思ってですね、今回とんでもないねとんでもないフォーメーションの監督ね用意してきたんで、今回使用する監督こちら、アレクサンデル・ガマーということでね、こちらの監督ですね、5221ということでね、知ってる方はねもう分かってるかと思うんですけど、知らない方ねこちらをご覧ください。ドン左前線のねセンターフォワードの位置のね選手のね配置のところが左に寄ってるというね、そう、このフォーメーションは見ないでしょ、あんまり。ポゼッション、ショートパス、サイド、リードキ、フォアチェック、サイド、アグレッシブということで、結構ね、距離感とかも個人的には熱いかな。ディフェンシブもええ、ほぼ変わらずって感じかな。すごいよね、フォワードがね、左寄ってるから、なぜ左寄ってるのかは不明ですけど。はい、そしてこちらですね、今回使用する、まあ、選手のところの選手だったりね、こんな感じで。まあ、レジェンド結構多めですね。レジェンド、ルンメニゲにクライフ、そして最近獲得したベッケンバウアーが入ってるんでね、この監督見てみれば分かるんですけど、2OMF なんですよね、2OMF。なかなかいないね、5バックに 2OMF でね、で、フォワードまでも左寄ってるという、このね、もうなんかとにかく突っ込みどころ多いね。守備陣のところはね、しっかりやっぱ無失点をテーマにね、この方やってきて、5バックやっぱ使うんでね、で、攻撃の枚数がね、これ大丈夫かなっていうのあるんですけど、サイドバック、これは結構重要になってくる。ロバートソンとキミヒ、自分のチームではね、ここがうまく上がってくるんで、で、キミヒに関してはインナーラップサイドバック、クライフがね、サイドに逃げた時とかですね、特に結構 OMF の選手が、まあこれ OMF なんだけど、サイドにもガッて開いたりするんで、そこのインナーラップでキミヒが上がってくるとこ、チを使ったりもできるんで、まあスペースがある分ですね、キミヒも上がりやすいと。中盤はね、やっぱり DMF でありながら、まあ守備もそうなんですけど、ベッケンバーは足元もある選手。そう、こういう選手結構ポイントになるかなと思うんで。はい、ということでね、まあ左によってね、結構ルンミニゲも左寄ったりするんでね、そこからうまく、崩したりもしながらですね、今回はベンチメンバーはこんな感じでね、早速試合の方をね、やっていこうかなと。特に 2OMF で左寄りね、フォワードのところが、まあなかなかの特徴目ですがね、結構強いんでね、試合の方、早速やっていきたいと思います。行きましょう。さあ、ということで、左肩寄り方ですね、センターのところが、頑張っていこう。おっと、マヌラスやばい。デリアリ絶好調。おお、これはデリアリ行きましょう。そうですね、まあディフェンスでもそんなにも調子、マヌラス以外は私はトミヤース入れてね。あとは右どうしようかな。ヒミヒ打つ球でこのままで行こうかな。そうですね、まあ左のところに寄ってはいますけどね。そこから右のくらいの飛び出しも生きてくるので頑張っていこう。さあ、湧いて100メッシ、レバンドフスキーにデパイでサラーですね。よろしくお願いします。シャー行こうということで、まあ5バックにね、2OMF というね、なかなか珍しいあれではありますがね。まあ、守備結構メインみたいなところあるんでね、まあ、そこ頑張りつつですね、やっていきましょう。ナイス守備。やっぱ守備力ですね、このチームは。ベッケンバウアー。この左寄りからのね、デレアリー、ナイスシュー！ベッケンバウアー。この左寄りからのね、デレアリー、ナイスシュー！これルンミニエがね、左のね、CB についてるんでね。そうさ、YT で言うと右側の CB か。そうだ、あそこいるんで、なかなかね、OK！今みたいなのも多分ね、人数いなかったら結構やられてる可能性あるけどね、しっかりとやっぱり冨安いるんでね。ベッケンバウアールンメニゲーナイシュー、ベッケンバウアーナイス。てか攻撃のところもですね、やっぱ左、右の方で攻めつつですね、しっかりと、まあ、左フィニッシュという形、先ほどもありましたけど、いやです。もう一個、うわー、オッケー。今のもね、左がまだ余ってるんでね、かなり。右はおとりからのですね、左でしっかり決めきるベッケンバウアーのフリーキックも見出しましょう。ベッケンバウアー、うわー、このね、DMF ベッケンバウアーが結構鍵を握ってるというね。焦るな。デパイがどう来る、上げてくるか。オッケー。
おーい、なんか、オッケーオッケーオッケー、よし。まあ、事故系もちょっと防げるっていうのも強みだね、人が多いから、まあ、これはこっちで攻めつつ、うおー、サラーやりますね。デリアリのアグレッシブです。ナイスナイスです、オッケー、リゼロ投手でね、安定しますね。なんか特殊なフォメではあるけど、これはちょっとやばい。 OK、 富安武弘、私の名前は富安武弘。オナイス、いやーいい、左で崩してルンメニケがここで負けない強さを誇っ、うわー惜しい。いやー、ということで、ここでお相手が切断ですかね。はい、ということでお相手が切断勝ちですね。見た目のね、どんな目だよっていうのとは裏腹にね、この方が結構強いんでね、もう一試合ですね、こちらの左肩寄りで先頭ワードホームね、使って試合の方やっていきましょう。レディゴー。さあ、2試合目いきましょう。まだまだいくぜ。肩寄りフォームですね、左に偏っていく。おー、バランが絶好調だが、クライフ絶好調、でっかい。おー、ピョンテク絶好調。ルンメニゲ迷うけど、ルンメニゲ後半から行こうかな。じゃあピョンテクで前半暴れてですね、トミヤス安定の、トミヤス安全安心安定、トミヤス入れて、あとはいいかな。そうですね、このまま行きましょう。ピョンテク絶好調でかいね。それでロナウドにデブライネ、ムバッペで来ましたね。サントスでカンテ、いるよろしくお願いします。1試合目同様ですね、やっぱ左寄りのところをね、うまく使いながら頑張っていきます。ただまあお相手の守備のところもあるけどね、どんな感じで来るかっていう。ベッキンバウアー展開、うわーズレが、このズレは仕方ない、これは修正していきます。クリバリのね、もう本当に暗転です。そこはこの囲い込み、この囲い込み、そして左寄りからのピョンテク、もうこっから狙います。ちょっと1試合目のデリアリ風のシュート打ったんだけど、あ、うまい。いや、今のうまかったですね。危なかったね、クリバリがしっかりとね守ったんでよかったけど、あれなかなかギリギリだったね。よし、いい位置までヒミヒが上がっている。硬いっすね、手がめっちゃ硬い。ベッケンバウアー、くぅ惜しい。ただまあこの辺はしっかりとリスク管理していく。いやーいいね、マジで守備がね、この左肩寄りフォーム5バックのね、まあどこで得点奪えるかといった感じか。いや、ビッキンバウアーのシャーミアンテック、よっしゃ、ナイス。いや、ビッキンバウアーのシャーミアンテック、よっしゃ、ナイス。ケンバウアー、いやー、いいっすね、ビッキンバウアーがあそこで結構やっぱポイント合ってますね、ビッキンバウアー。そしてナイスディフェンス、ここはおとりからの、そう、ここ、いやー、惜しい、ビエラグルネ、オーケー、ゼロ。左を今のはちょっとおとりにするパターンだね、ベッケンバウアー。ここもベッケンバウアー、いやい、逆サイドナイボー、インナーラップ、いや惜しいな、今の良かったけどね、ちょっと裏怖いが、もう大丈夫、もう大丈夫、もう大丈夫、言っていいよ、もう大丈夫。ピョンテク、ふぅ、でめっちゃ取るって言って、やっぱ守備なんでね、守備のところ重視していくチームなんで、オッケー。そうだから、やっぱしっかりと守っていきたいですね。
ベッケンバウアーで仕掛けます。ここでルンメニゲ、我がチームのね、このスカットのエースを投入していく。どうこれ、これどう、うー、アリソン、アリソンしっかりとキャッチングしていきましたね。わー、これちょっと緊急事態発生。よし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 、ワンパーで、でここからの、いやー、いい、クライフがね、うまい具合にスペース空けてくれてるんでね、最後クライフ、いやー惜しいな、まだあるぜ。うわ、そうなるか。ここはしっかり守りきります。サンキュー、ナイス。いやー、この硬い試合面白い。ベッケンバウアー、よいしょ、よっしゃ、ナイス。ベッケンバウアー、よいしょ、よっしゃ、ナイス。いやー楽しい、この硬い試合の中でしっかりと、またもやベッケンバウアーが、そして無失点でいこう。よーし、オッケー、2-0大勝利。まあ、楽しかったですね。まあ、前半ですね、ここベッケンバウアーが頑張ってね、なんかベッケンバウアーの動画みたいになってるけど、ベッケンバウアー頑張ってピョンテが決めたと。まあ、絶好調のところでしっかり、まあ、ただこのチーム自体がね、やっぱり攻撃的な感じっていうよりは、どちらかというとね、まあ、守備のところしっかりね、無失点で守りきるっていうチームなんで、非常に堅い試合の中でやれたんで良かったですね。はい、という今回ね、ちょっと特殊フォームみたいな感じでしたけどね、すごいこの監督ね、硬いですね、硬いし強いんでね、特メイン動画みたいな感じは初だったんでね、すごく楽しくできて良かったかと思います。またいろんなものを使ってね、試合やっていくんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。また会いましょう、さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイピアルポー。